はい、こんにちは。マーチャンネルマイラです。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダージオンのライダーアーマーシリーズ。リケイドアーマーと、レジェンドライダーシリーズ。仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2です。はい、ということで、2018年12月8日、昨日発売のこの2つも買ってありましたんで、うん、こちらで遊んでいきたいんだけど、リケイドアーマーは良かったんだけど、ついにね、レジェンドライダーでビルド以外のエグゼイド登場しましたね。うん、他にも出んのかな、うん、出てほしいね。ちょっと気になるよね。うん、出てほしいですね。はい、はい、じゃあ早速両方開けてみましょう。アーマータイム。仮面ライダー。ディケイ、ディケイ、ディケイド。はい、ということでこちらが RKF のディケイドアーマーですね。はい、こんな感じになってますね。すごいね。うん、はい、顔アップで見てみるとこんな感じですね。うん、ここにディケイドって書いてあるね。顔が平面になってるんだね、これね。うん、平面になってるね。すごいね。うん、肩にもディケイドって書いてあって、斜めにバーコード入ってますね。うん、で、手と足にアーマーパーツがついてるって感じで、うん、そうだね。ちょっとなんて言うんだろう、全体的に見るとバランスが良くない。そうだね。テレビ本編まだ見てないから分かんないんだけど、うん、これどんな感じなのかな。そうだね、本当にこういう、ね、こういう風に出てきたらちょっと引いちゃうな。だって変だもん。うん、でもちろん、アーマーついた状態で各部動かすことできますね。顔もちゃんと動くよ今回はね。はい、じゃあ続いてファイナルフォームタイムやっていきたいんだけど、うん、簡単だね、割とね。そうだね。うん、まずはアーマー全部取ります。手と足よいしょっと。はい、そうするとですね、見覚えのある足と手出てきたね。うん、これラビットタンクスパークみたいな ね。 そうだね。で、この手の部分にギザギザパーツを取り付けます。よいしょ。はい、そしたら今度は肩パーツを取りますね。うん、デコって上に引き抜く感じ。このディケイドの裏側がビルドになってますので、うん、反対向きにして肩にセット。うん、でこれがね、結構硬いんで、子供じゃ結構難しいかなって感じ。はい、次にこの胸パーツを取るんだけど、取る時にね、このちょっと出っ張ってる部分、うん、こっから引き抜いた方がいい。これね、そう。よいしょ。あ、そう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 。スパークリングの文字をセットして、よいしょ。で、最後に顔だね。うん、顔を取るんだけど、これも結構ね、硬いんだよな。下からペガス感じ。下から、よいしょ。はい、取れた。スパークリング、スパークリングの頭をセットして、はい、こんな感じ。うん、これでファイナルフォームタイムのビルドができましたね。うん、で、ビルドの中間パワーフォームのラビットタンクスパークリングフォームになると、うん、こういう感じだね。面白い。うん、で、実際劇中どうなるのかね、パージするのかな、パーンってもしかしたら取れるのかも。あ、うん、で、ちょっと残念だったのはこの RKF のディケイドアーマーではこのビルドしかできないんだね。うん、他のガンとかドライブとかできない。そうだね、それはちょっと残念。うん、他出んのかな、プレ版限定で出んのかな。あー、ありそうか。もう騒動頼りかもしれないね。うん、そしてこちらには武器のライドヘイセイバーついてましたね。うん、はい、そしてこちらが仮面ライダーエグゼイドのアクションゲームはレベル2ですね。うん、うん、初めてエグゼイドが RKF 化しましたけど、どうでしょうか。いいね。いい、さすが RKF。 ちょっと後ろのね、この塗装がなかったりとかするんだけどね。うん、ちなみにこの胸パーツはシールかな。はい、そうだね。じゃあちょっとビルドがすごい良かっただけに、これはあれかな、当時のなんだっけ、レベルアップライダーシリーズ。そうそう、あれとあんま変わんない感じはするかな。そうだね。こちらには手首パーツ2つついてますね。うん、パーとグーがついてますね。うん、あとはガシャコンブレーカーのブレードモード、うん、これが入ってました。はい、俺は仮面ライダーエグゼイド、この辺りに魔王がいるって聞いたんだけど、ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。魔王ってのは俺のことかな。お前は誰だ。仮面ライダージオディケイドアーマーだ。完全に魔王だな、その変な格好は。そうかい。ならば成敗するだけだ。ジュシーン、ジュシーン、ジュシーン。お、早速二人とも剣が取れたな。ならばどれ、ほら、ほら、オリア、オリア、どれや。先にこっちは必殺技使わせてもらうぜ。何、ノーコンティニューでクリアしたぜ。なら、あれ、まだ倒れてないのか。
ああ、なら、フォームチェンジだ。ファイナルフォームタイム。ディ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 ド。待たせたな。これがディケイドアーマービルドフォームだ。なんだって。ビルドは知ってるぞ。お前、ビルドの力まで手に入れたのか。ああ絶対に許さない。はい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 。なんだって。聞かないぞ。そんなバカな。こっちを必殺技で生かしてもらう。おりゃあ！やったぜ！もう一回、コンティニューしていい？ダメ！グハー！はい、ということで今回は仮面ライダージオのライダーアーマーシリーズ、ディケイドアーマーとレジェンドライダーシリーズの仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録が真ん中あたりからよろしくね、ということで今回以上でございます。バイバーイ。